東海から関東地方では強い雨や雷雨に注意が必要です。まずはいただいておりますウェザーリポートを見ていきますと、こちら愛知県からは一旦小康状態でしたがまた強く降ってきていますとのことでした。そうですね、はい、雨の音もかなり激しくなっているのが分かりますよね。はい、それでは現在の状況から見ていきましょう。はい、現在の雨の報告を見ていきますと、はい、特に愛知県内ですね、5レベルの報告がたくさんいただいているわけですけれども、はい、かなり激しい雨が降っています。ただしこの雨雲というのは徐々に東に移っていくということになります。はい、この活発な雨雲を今後の動きも含めて見ていきましょう。はい、雨雲の動き見ていきますと、はい、この強い雨雲のエリアですね、まあ、徐々に東に移っていくということになります。お昼になりますと関東地方でも雨足、さらに強まってくるということになります。はい、そして夜まで雨が残るところもありそうですか。そうですね、関東地方の雨もですね、夜になってようやく収まってくるということになりそうです。はい、わかりました。今日は一日大きめの傘が必要になりそうです。そしてウェザーニュースのスマートフォンアプリでは詳しい雨の情報を見ることができます。ぜひこちらもご活用ください。